ロールキャベツロールキャベツは洋食の一つ。ひき肉にみじん切りした野菜などを混ぜて作った具を湯通ししたキャベツの葉一枚を使って俵型に巻いたものを煮込んで作る料理である。起源は一世紀頃からアナトリア半島で食べられていたドルマという料理である。これはどうの葉で肉や米などを包んで煮込むもので現在でも人気のあるトルコ料理である。 これが15、16世紀にヨーロッパに伝わり、形を変えながら現在のロールキャベツになっていったものと考えられている。日本には明治28年観光の女館にロールキャベージとして紹介されているものが初見とされている。具を乗せた葉一枚ずつきれいに剥がし、湯通しして柔らかくし、水気を切ったキャベツの葉で、ひき肉、玉ねぎと人参のみじん切り、食塩。 胡椒、ナツメグなどを混ぜて作った具を俵型になるように巻く。葉の終端はつまようじなどで留める。さらに薄切りのベーコンを巻きつける場合もある。これをブイヨン、トマト味のスープ、ホワイトソースなどで煮込んで作る。キャベツロールは中央アジア、中東、東、ヨーロッパなどに広がっている。写真は紐で縛ったドイツのロールキャベツ具材や味付けに、 若干の差異があるものの、世界中の多くの国で食べられている。東欧やアラブでは米を入れて作ることも多い。日本日本独自のものとして、乾うで結び、そのまま食べられることが挙げられる。またおでんの具材として、和風の出汁で煮込むというものがある。また、家庭料理としてのロールキャベツには、ウスターソース、トマトケチャップ、醤油などをかけて食べる場合もある。アレンジ料理として、 キャベツの代わりに白菜を用いた料理をロール白菜という、ルーマニア塩蔵乳酸発酵させた酢キャベツで作るサルマーレはルーマニアの代表的な家庭料理である。ありがとうございます。